こんにちは、脱力系マグロビチャンネルのやっちゃんです。今日は、富士宮の野中朝市っていうところでバターナッツかぼちゃを仕入れたので、これでタージュ作ろうと思います。使う材料は豆乳とバターナッツかぼちゃ、塩だけですね。いろいろバターとか変えられなくても、このバターナッツかぼちゃがすごく甘くてポタージュ向きの素材なので、美味しいの出てると思います。では行ってみよう。種 と、皮を取ったら一口大に切って蒸し煮にしていきます。少ないお水で煮ていきます。はい、お水がカップ1分の1ぐらい入ります。そして蓋をして煮ていきます。かぼちゃが柔らかくなりました。これを、ミキサーかブレンダーでピューレ状にしていきます。豆乳をですね、少し加えて、ここにブレンダーでかけていきます。このくらいの滑らかさになりましたら、もうちょっと豆乳を足して好みの硬さにして、このくらいですかね。あとは塩で味付けして完成です。塩1つまみくらい、それでは試食いきたいと思います。こんな感じで完成しました。バターナッツかぼちゃってちょっと変わった匂いがするんですよね。それがこのスープにするとすごくなんかこう洋風の香りになるというか、ぴったりだなっていつも思っています。トロトロしてて美味しそうです。そうそう、この匂いがなんか普通のかぼちゃにはない匂いで、なんかすごく香ばしいような、なんかちょっと煮物にするとあんまりなんか違和感がある香りなんだけど、スープにすると、スープとかお菓子にするとやっぱすごく美味しい洋風のお料理に合うなって思います。とっても美味しいです。作ってみてね。最後まで見ていただいてありがとうございます。番組を気に入っていただけたらチャンネル登録よろしくお願いします。